入社代行もいればいいんですけどね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな仕事を辞めて今日なんですけど、先日リスニーさんからこんな DM いただきました。タックさん、こんばんは。こんばんは。今年の春から新社会人です。就活で落ち続けてやっとの思いで合格した会社ですが、かなり不安です。ついていけるか分かりません。そんな気持ちでネットを見ていたら、退職代行サービスというものを見つけて、もしも辞めたくなったら使ってみようかなと思うのですが、調べた時に危険性みたいなのも出てきたので、動画化して教えてください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。まあ、いつでも辞めてやるぞの気持ちでね、働くっていうのは楽ではありますけどね、入った時すでに辞める時のことは考えたくないですよね。まあ、僕ありがたいことに過去に逆退職みたいな、そんなパターンもあって、まあ、そもそも入った段階で3ヶ月ないしは4ヶ月で辞めますっていう契約というか、まあ、口頭で伝えた上で入ったバイトがあったんですけど、まあ、自分で言うのもあれですけど、僕即戦力だったんですよ。前職が厳しかったんで、バイトで入った時まあまあできたんですよ。だからもうめちゃくちゃチヤホヤされまして、本当に僕も周りも全員惜しまれながらバイト辞めたってことがあってね、まあ、あのエピソードは涙なしでは語れないですね。まあ今泣いてないですけど。なると今日は普段あまり耳にする機会がない日本の退職事情とか、まあ、リクエストにもあった退職代行サービス、こちらについていろいろとまとめてきました。では早速、まず皆さんに一つクイズです。日本で一番退職者が増える時期って大体何月でしょうか。お答えください。シンキングタイム5432210、正解いきます。日本で一番退職者が出る月は3の倍数の月でした。もうなんか答え破綻してますけど、なんか36912だけ退職者が増えるっていうことが統計で分かってるらしいんですよ。これ完全なデータが取れてるわけじゃないんで、あくまでもね、ちょっと考察混じりにはなるんですけど、まず3月については、まあ、年度末のタイミングなんで、会社であったら人事異動とか、プライベートでも子供の卒業入学といった、まあ、ライフイベントが多いですよね。それに伴って会社を離れる人も多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、3月は出会いと別れの季節なんて言いますからね。あと3月に関しては、そのちょっと前に年末年始休暇があるじゃないですか。まあ、この間に家族とか友人とか今後の人生について話したりとか、まあ、ゆっくり考えて3月の年度末のタイミングで辞めようかなっていう人もね、多いのかなと思いましたね。他の月も似たような理由でして、会社って大体市販期って言ってね、まあ、学校でいうところの学期制みたいな、1年を3ヶ月ごとに4つの期間に分けるってことが多いんですけど、まあ、それでいうと6月は第1四半期の終わりで、9月は第2四半期、もしくは上半期末ですね。ここも年度末に次ぐ大きな節目ではあると思うんですよ。で、12月は年末で第3四半期の終わりという節目だから、その節目を狙って退職者が多くなることじゃないかなと思いますね。じゃあ実際に自分が仕事を辞めたくなった時、具体的にどのような手順を踏んで退職までの手続きを行うべきかについてなんですけど、はい、もう辞めますで帰っても、まあ、別に生きていく上で問題はないんですけど、まあ、やっぱそうはいかないですよね。ちなみに民法上では、正社員みたいに雇用期間の定めがないって場合は、2週間前までで退職の意思表示をすれば OK になってます。実際は会社内での引き継ぎなんかがあるんで、退職希望日の1ヶ月多くて3ヶ月前にですね、直属の上司に退職を伝えるのが一般的みたいですね。まあ、やっぱりお世話になった直属の上司に切り出すって勇気がいりますよね。まあ、さらにこの直属の上司がパワハラ気質の人とかだったらすごい言いづらいですよね。で、こっからは退職届を出しますよということなんですけど、これが一般的に退職分の1ヶ月前まで、法律的には必須のものでは実はないんですよ。ただ就業規則とかで提出が定められてる場合もありますね。で、それで全部 OK かって言われたら、実はそうじゃないですよね。なんか会社で取引した取引先に挨拶してとか、後任者への業務の引き継ぎとか、これがそれぞれ退職日の 2,3 週間前と3日前までと、まあ辞める方からしたら知らんがなっちゅう話ではありますけどね。で、実際退職日を迎えるというのが一般的だと言われてます。聞くだけでもちょっと面倒ですよね。また退職に際して会社との書類の手続きもあって、退職届、健康保険証を会社に渡す、会社からは離職票と退職証明書と、あと忘れちゃいけないのが源泉徴収票ですね。これをもらう必要があります。まあ、これ税金関係で、源泉徴収っていうのはね、マジで先にもらって保管しておいた方がいいですね。まあ、それに加えて退職後は健康保険、年金、税金とか公的な手続きが必要な場合もあります。これだけ聞くとね、若干手間で、もはや退職するのもめんどくさいよなとか、あとシンプルに上司に報告する勇気がないとか、さらに会社がブラックすぎてこういった手続きが円滑に進むかどうかが心配とか、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、今日はリクエストにもあったようにですね、こうした退職周りに関する手間とか不安を解消するためのサービスとして、今退職代行サービスっていうものが世の中には存在してるんですよ。ここからはですね、こういったサービスを運営する退職代行業者と呼ばれている組織の実態について深掘っていこうと思うんですけど、じゃあまず彼らは具体的にどんなことをしてくれるのかというところなんですけど、結論ですね、料金を支払うと退職の意思表示を本人に代わって会社に伝える。これは近年になって増えてきたサービスなんですけど、実は似たようなサービスって10年くらい前からあったんですよ。まあ、昔は給料の未払い
払いみたいな労働上の問題が発覚した時なんかに弁護士がその人に代わって退職の手続きを進めるみたいなことはあったんですけど、ただこれが上司に退職を言い出せないとか認められるのが面倒とか損害賠償を請求されるのが不安みたいな、そういった声が昔よりも多くなったということで、近年こういったサービスに民間の企業が参入してきてるという状況です。転職っていうのもそもそも昔よりもかなり増えたと言われています。ではこういったサービスを利用することによるデメリットなんですけど、例えば転職先の会社で前職で退職代行を使ったことがバレないかみたいな、そういった不安もあると思うんですよ。これに関してはですね、結論バックレって辞めてたとしてもバレる可能性相当低いです。っていうのも昔は前職調査っていう言葉あって、中途採用の時とかその人が本当に会社にいたのかみたいな、どういう人でしたみたいな会話も実際はあんま良くないとは思うんですけど、裏付けの調査って行われることあったんですよ。ただ近年だと個人情報の取り扱いが厳しくなったということで、こういった調査をする会社はかなり少なくなってると言われています。なので、まあ、退職代行サービスを利用したからといって転職活動に影響する可能性はね、まあ、低いと思いますね。じゃあ次にこういったサービスって実際どれくらいのお金がかかってくるのかなんですけど、結論運営元がどこかによって料金は若干かかります。まず運営元が民間企業の場合、費用の相場としてはだいたい1万円から5万円ほどです。まあ、料金に結構開きあると思うんですけど、実際できることとして本人に代わって退職の意向を伝えるのみなんですね。はい。となので、まあ、有給の消化とか賃金の未払いなんかあった場合は交渉が必要ですよね。こうなったら結局労働組合か弁護士に依頼する必要があるんですよ。費用としては労働組合の相場が2万5000から3万円です。で、弁護士は5万から10万と結構高くなってます。この2つの違いとしては、弁護士の場合は会社との交渉だけじゃなくて、まあ、何かしらの法的なトラブルが出てきた時の対応も全て任せることができると、そういった違いがあります。じゃあまあ弁護士に依頼すれば間違いないのかなというところなんですけど、やっぱり料金ですよね。退職に関わる悩みを持つ人の大部分って上司に言い出す勇気がないとか、なんて言われるかわからないと、まあ、そういったところがネックになってくると思うんですよ。あと辞めさせてくれないとか、それで言うとそこの伝えるっていう部分をやってくれて、かつ費用も一番安い民間業者っていうのが今選ばれている理由というのもなんとなくわかるんですけど、本当に必要かと思っちゃう側面もありますよね。ただ退職時のトラブルって結構いろんなパターンって、例えば退職するときに会社から損害賠償を請求された事例っていうのがあったんで、今回いくつか見つけてきました。一つがケイズインターナショナル事件と呼ばれるもの。これ内容としては、退職希望者の X さんという方、この方実は入社してすぐに病気で欠勤して、その結果取引先との契約で1000万円分の損失が出たんですよ。で、この X さん会社に200万円を支払うとの内容の念書にサインしてしまったんですね。で、結果その支払いをすっぽ抜かしていたら、最終的には70万円の損害賠償請求が認められました。退職したらまさかの会社から損害賠償請求されちゃったってですね。ただまあ調べてみると、会社から労働者に対する損害賠償請求の権利が発生するのって、退職にあたって労働者側に何らかの義務違反があって、かつこの違反によって会社に具体的に損害が生じていた場合に限られるんですよ。だからこの X さんの場合は長期間の欠勤というのがね、ある種の義務違反と、その欠勤による会社の損害かつ念書へのサインというのが重なって、この損害賠償が認められました。ただこの事例が事前に弁護士とか労働組合なんかで相談していて、まあ、念書にサインしなかったら免れてた可能性もなきにしもあらずって感じですかね。あと、まあ、会社から損害賠償請求された有名な事例としては、スズラン介護サービス事件というのがあって、これもね、退職自体が請求された原因ではないんですよ。内容としては、まず在宅介護サービスで働く A さんが会社で働きながら全く同じような在宅介護のサービスを営む会社を設立したんですよ。ただ A さんは事前にこの会社との間に協業必至の契約を交わしていて、この会社は A さんが自分の会社を作って実際に退職するまでにかかった社会保険料の損害賠償と A さんの会社の営業活動の差し止めを行いました。ただ結果的にこの裁判では会社側の請求通りませんでした。損害賠償と営業の差し止めが認められないという判決が下されたんですね。結果的に会社側を敗訴しています。ただ個人が会社相手に裁判となると、まあ、メンタル的にもめちゃくちゃ消耗しますよね。まあこういったね、損害賠償されるみたいな事例もあるんですけど、じゃあ実際こういう複雑なものをですね、退職代行業者にお願いしたらこのトラブルを払拭できるのか。結論、退職の意思表示と連絡を代理でやってくれるんで多少の手間は省けるが、それでもトラブルに発展するときは発展するということですね。まあそれはそうですよね。実際にこの退職代行サービスでのトラブルっていうのもあって、まず一つが業者がやってくれる範囲を理解しなかった。さっきも言ったようにですね、サポートできる範囲って基本的に退職の意思表示までなんですよ。だから退職に伴う交渉なんかも必要な場合は弁護士を抱えてる代行業者もあります。もしくは労働組合弁護士に依頼する必要があるんですね。だから依頼する前にどこまでやってくれますかっていうのはしっかりと確認することが大事です。次に違法な業者、ここで違法な業者っていうのは弁護士いないのに法的な交渉までやりますよみたいな、こう言われると、あ、なんかやってくれそうだなと思っちゃうじゃないですか。これって発覚すると警察沙汰になるんで気をつけてください。だからもし交渉までやりますよと、法的になっても大丈夫ですよっていう業者に関しては弁護士が実際社内にいるかっていうのは要チェックしてください。あとはシンプルに詐欺業者、大体新しいサービスで流行ったら詐欺入ってきます。で、過去にもですね、ちょっとまずこれが話題になった時に退職代行もできるみたいに歌っていたグループあって、で依頼から退職完了まで一度も代行業者と会わずに全てオンラインで完結しますよっていう
場合も多いんですけど、代行しましたっつって入金したらいきなり音信不通で会社は辞めれてなかったみたいな、最初はあったみたいですね。なので実在してるかどうかっていうのはね、もちろん確認してください。はい、とここまでは退職に伴うトラブル、退職代行業者の実態について説明したんですけど、実はですね、この退職代行業者最初に出てき始めたのが4年ぐらい前なんですけど、その時ホリエモンさんが YouTube で取り上げてましたよね。その動画の中で業者使うならバックルールか野菜食べろっていうことを言ってて、結構これ賛否分かれてて、賛成派の意見としては、会社も従業員も大切にしないのに従業員が会社を大切にする必要ないとか、誰かがいなくなってもいいように組織というものがあるから、自分がいなくなったら迷惑かもなんて思うこと自体が傲慢とか、まあいろいろあって、ただバックルールのはさすがに社会人としてやばいだろみたいな意見もあったんですけど、ちょっと個人的におもろかったのが、今の若い人の根が真面目で優しすぎるから自分で退職が言い出せない、このサービスの需要がある日本がやばいみたいな意見もありました。需要があるってことはね、少なからず世のためにはなってるんでしょうけど、お金もね決して安いわけではないので、この範囲だったら自分でもできるなと、どういう風にしたら退職ってスムーズにいくのかなと、そういったことを知るきっかけにもなると思うんですよね。退職を切り出すためだけに何万円も払うのはもったいないのか、それともたった数万でいざこざを回避できるなら安いのか、ぜひ利用したことがある方いたらコメント欄までお待ちしております。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。どうぞよろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM です。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近ハワイで日本人女性だけなぜか入国が断られ、入国審査が厳しいというニュースを見かけました。今年ハワイに行く予定があるのですが、入国審査が通るか心配です。理由を調べてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとう。ありましたね、このニュース、ちょっと前ですけど。ちょっと一体何があったのか、ざっと概要だけお話しするんですけど、去年の9月ですね、大阪市に住む30代のインフルエンサーの日本人女性が観光目的でハワイに渡航したんですけど、現地の空港で係員に止められ、別室で長時間にわたって尋問された上、入国を拒否され強制帰国させられたということがありました。この彼女は3泊5日のハワイ旅行をする予定で、事前にエスタっていうやつの認定も受けていて、ホテルの予約、帰りのチケットも取っていたんですけど、それが全部チョキになったんですよ。あ、パーです。ちなみにこのエスタっていうのはアメリカが2009年に義務化した電子渡航承認システムってやつで、搭乗する数日前までに自分の身分事項とか渡航目的といった本人情報の申請を行う必要があるんですけど、要はこの人を渡航させても大丈夫なのかっていうのをですね、事前に適格性を判定確認するためのシステムです。で、アメリカにビザを取得せずに入国する外国人は全員申請の対象になりますんで、この女性もやっていたんですけど、ただ当時一人で渡航していたこと、宿泊先が自分の名義で予約したものではなかったこと、多くの洋服を持っていた、インフルエンサーでありながら職業欄にオフィスワーカーと記入していた、こういったことを理由にですね、不法就労じゃないかと勘違いされたんですよ。なので結局彼女はこの後ですね、指紋や唾液、写真まで撮られて27時間拘束されて、犯罪者と疑われた挙句日本にトンボ返りすることになったっていうね。ざっと概要としてはこんな感じです。この理由に関しては、中には心何がいけないんだって思うこともあったりするんですけど、ただ申請した内容と違ったっていうのはちょっとまずいよなと思いますね。それだけテロ対策とかセキュリティ面がしっかりしてるということではあるんですよ。ただこの方がどうなるかわかんないんですけど、アメリカって一度入国拒否されるとその後10年間は入国できないとも言われてるんで、海外旅行を計画する人に衝撃を与えたと思います。ただこれはこの方がそうだったからってのももちろんあるんですけど、同様のケースが多く連続して報告されてるんですよ。っていうのもコロナ禍明けあたりからセックスワーカーとして高い報酬を目当てにですね、売春目的で海外に行くアジア人女性が急増してるってことが関係してます。まあ、いわゆるパパ活とか売春、あとはエスコートサービスつって SNS やや怪しい掲示板で知り合った女性と食事やデートをした後にホテルで性行為を行って金銭を渡すというもので、こういった闇ビジネスの出稼ぎを疑われて20代から30代半ばの日本人女性が入国が厳しくなるというケースが増えてきてるんですよね。アメリカでも日本同様ですね、一部の地域を除いてほぼ全土では売春は違法行為とされています。ハワイだけじゃなくて、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴを含むほとんどの大都市では闇ビジネスとしてグレーな風俗経営をしてる人はいたりはするんですよ。で、実際こっちの SNS 上で海外スペース出稼ぎとかで調べると、募集案件から海外店舗を紹介するエージェントのアカウントまであったりとか、あとはこの人頼ったら丸々万円稼げましたつってエージェント紹介する人もいるんですけど、日本の倍は稼げる、接客が楽、英語が喋れなくても問題ありません。まあ、こういった誘い文句で誘導していて、つい最近も逮捕されて明るみになったものだと、これはラスベガスであった事案なんですけど、希望する女性にメッセージを通じて4時間から6時間で1000ドルから1500ドル、日本円で言うと約15万円から22万円、プラスチップと考えていただけたらよろしいかと思いますといったやり取りがあったり、すんごい怪しいんですけど、実態としてはですね、いくつか稼ぎ方はあるんですけど、まず普通の風俗店みたいに出勤時間を決めてそこに来たお客さんを接客する店舗型、次に1人のお客さんに数日間拘束される案件と呼ばれてる業態で、これは1日の半分は自由時間、15日間契約丸万ドルとかね、半月ぐらいで何百万円相当の報酬になるものもあります。で、この滞在先っていうのがアメリカの他には台湾、タイ、マカオ、オーストラリアとかがあったりします。あと最近ですと国ごとにいろんな都市を回るツアー式みたいなものが主流になりつつあって、欧米の他シンガポールや香港といったア
ジア圏、ドイツなど数カ国を中心に数日から数週間現地の利用客を相手に仕事をするんですけど、1回の単価の相場が日本の3倍ぐらいで、特にサービスが良かった日本人女性は評判が高く人気は高いレアなこともあり重宝されていたりするんですね。メリット的な面で言うと、滞在費とか旅行代は負担してくれてて、会話が多くないから接客が楽とか、好待遇でいいよねと、あと日本国内でそういった素性を隠してお金を稼ぎたいという時に海外っていうのはそのプライバシー系の安全面とかありますよね。ただその反面もちろん危険あります。客に薬物を強要とか、あと店のスタッフに銃を突きつけられて稼いだ分をよこせって脅迫されて給料強奪されたりとか、あと求人に30日間の観光ビザ取得必須と謳って、実際行ったらほぼ軟禁状態で働かされて、最後まで働ききらないと契約は無効とか、ほぼ奴隷のような扱いを受けたっていう話もあります。あとは性病ですよね。まあ、これは世界共通ですけど、 HIV の感染症の危険性、あと違法店舗だった場合ですね、無許可のエージェントの元働いた場合、こういうのっていうのは日本と同じで暗黙のルールの元成り立ってる節はあるんですけど、ただ移民局の摘発を受けたりとか摘発現場に居合わせたらもう即アウトです。こうした海外出稼ぎ問題っていうのは近年アメリカのテレビ局でも報道されていて問題されています。なのでこういった背景から今日本人女性の一人旅というと以前よりも疑いの目を持たれて様々な質問されるようになったとされてるんですね。まあ、一応ね、旅行に行く際の注意点としては、滞在するホテルとか滞在中のスケジュールとかを説明できるように事前に紙に書いて用意したりとか、露出の多い派手な服装を避けるとか色々言われてるんですけど、ただこれもね、まあ、向こうのさじ加減みたいなところもあるんで、どこまでが OK なのかっていうのは明確には分かりません。まあ、これは完全に分かってたらそこ対策されるんでね、しゃあないことであるんですけど、ただこれは海外だけでなく、この売春行為での問題は日本も問題になってます。まあ、口開けばでおなじみ立ちんぼなんですけど、まあ実際開いてるのはなんですけど、直近もですね、去年1月から12月19日までに新宿歌舞伎町にある大久保公園で客待ちをしたとして売春防止法の疑いで逮捕された女性が140人にも上ったそうです。思った3倍多いですね。で、警察も取り締まりは強化してるんですけど、まだまだ減ってないというのが現状です。またそれと並行して問題になってるのが梅毒の感染者数の急増ですね。これは主に性行為で感染して感染力が強いんで口でもね感染します。国立感染症研究所によると、1990年代以降の日本での患者数っていうのは年間1000人を下回ってたんですけど、2013年患者数が1200人を超えました。その後年々増加しています。この全国から報道された梅毒の感染者数、2022年では約13,000人、2023年最速値で14,906人と過去最多になってます。1000人以下だった感染者数がここ10年で一気に増え始めて、男性では10倍以上、女性では23倍の数を記録してます。もちろんね、感染経路は全部が全部そうではなくて、まあ、他の要因もあるんですけど、っていうのも今ってパパ活、マッチングアプリもしかりですね、会ったこともない人同士で不特定多数との性的接触っていうのが要因になってるんですよ。そうした背景から急増しています。では立ちんぼの話は過去にも触れてるんでこの辺にしとくんですけど、じゃあこの梅毒についてなんですけど、最近出てきた病気かって言われると全然そうじゃありません。最近治るようになった病気ですかね。この梅毒っていう病気は結構昔からあって、もともとは15世紀の終わり頃ヨーロッパの特定地域のみにあった風土病だったんですけど、それが積極的な人的交流、まあいろいろと情報交換もしていたんで病原菌も交換されて、次第に文化人である芸術家、政治家、宗教家などに蔓延していきました。これはなんでだ。で、それから日本で発生した最初の記録は16世紀に入った1512年なんですけど、この時代っていうのは応仁の乱から戦国時代に入った戦国時代真っ只中です。まあ要は戦国武将もこの梅毒に悩まされていました。例えば徳川家康の次男、後に徳川秀吉の養子に出された結城秀康、徳川秀吉の参謀だった黒田官兵衛、名古屋城を建てた加藤清正、これらも感染したと言われています。大流行してました。その勢いは江戸時代でも続きます。この頃の具体的な数字としては、解体新書の著者杉田玄白が K.A. やわというね、回顧録で患者1000人中700人から800人が梅毒患者であった、梅毒ほど世に多く、しかも難治して人の苦悩するものはなしと書いています。もちろん当時は梅毒を根本から治療する薬がなかったんで、もうお手上げ状態でした。そんな中、同時に遊女という遊郭とか宿場で男性に性的サービスをする女性の方たちもこの病気に苦しめられていきました。江戸の遊郭街と呼ばれていた地域では3000人から5000人の遊女の方が暮らしていたんですけど、彼女らの平均寿命はたったの22歳。この時代の平均寿命は35歳から40歳程度なので、かなり短命だったんですけど、その原因の多くは性病や肺結核でした。さらに伝染病を患った者は狭い部屋で隔離された上、ろくに食事も与えられず死を待つのみ。その後亡くなった遺体は江戸市内の上官寺という通称投げ込み寺に運ばれて捨てられたと言われています。かなり非道な扱いを受けていたわけですけども、ただ病気になったからってわけじゃなくて、生前にも劣悪な環境で働かされていたというところがあります。彼女らっていうのがまず条件ごとに3つのランクに分けられていたんですけど、まずそれが容姿が美しいというだけではなく、高い知性、まあ、書道とか茶道、書画や和歌、俳句までいろんな教養を身につけていた女性が選抜されるという仕組みで、その中の花魁というのが高級遊女なんですよ。ただその上の太夫と呼ばれている花魁よりもさらに上な最上の遊女もいました。そして孔子、坪根上郎、三茶とか、他に吉原の外でいわゆる行きずりの客を相手する与鷹と呼ばれている下級遊女もいました。さらに加えて26歳から27歳の頃の年季が明けるまで
どれだけ売っても病気などで死なない限り原則吉原の敷地から門の外の世界に出られないというね、鬼畜縛りもあったんですけど、そもそもね身分とか地位が大きく異なっていたんですね。中でもそのくらいに運命の差があったのが、安い代価で客引きをする最下級の魚鷹です。彼女らは夜になると街に出て商家で働く下級の奉公人とか労働者を相手にしていたと。もう中には河川敷で自前のご座を引いてそこで行為を行っていたそうで、まあ今で言うとね売春とよく似た携帯ではあるんですけど、さすがに青缶は効かないですけどね。また相場に関して、まあ、遊郭にいた高級遊女が1回につき最低15両約60万以上の対価をもらっていたんですけど、夜鷹はお蕎麦一杯分の金額しかもらえなかったと。なので毎月ちゃんと稼ごうと思ったら必然的に行為を行う回数が多くなってしまって、まあその分性病に感染するリスクも高かったんですね。そのため性病にかかることを鉄砲玉が当たることにかけて、夜鷹を鉄砲女郎つって、こういった呼び方もされたりしていました。あと避妊方法に関しても、当時の避妊具っていうのが魚の浮き袋とか動物の皮を避妊具代わりにしたりとか、和紙を丸めて奥に詰め込んだりとか、不衛生極まりなかったんですけど、じゃあこれ妊娠したらどうなるのか。まず大前提として、子供を産むことが許されていたのは上級の遊女のみで、下級遊女は一切許されておりませんでした。要はおろすという選択肢しかありませんでした。ホオズキっていうね、微量の毒が含まれるナス科の植物を煎じて飲んだりとか、ホオズキの根を精液に突っ込んでかき出して無理やり堕胎させたりとか、あと水銀飲んだりとか、中には冬の冷たい川に浸かったり高いところから飛び降りたりとか、力技で試す人もいたんですけど、自分が生き延びるための一つの選択肢としてこういったことが行われていました。あと普段の生活に関しても、高級遊女以外は基本大部屋に集まって雑魚ね、食事も経費も抑えるために一膳の白米と味噌汁、あとは漬物といった質素なもので、美味しいものを食べたければその分客から取れっていうね、そういったスタンスだったんですけど、で実際中には逃げ出す人もいたんですけど、まあ、そのほとんどが3日持たずして店の男衆によって連れ戻されて、その後罰としてひどい拷問を受けることになります。まあ、それが今でもね、窓のない部屋のことを言うんですけど、遊郭では拷問部屋、隔離部屋を安頓部屋と呼んで、食事を与えない、真冬に丸裸にして木に縛り付けておくとか、竹の棒で傷つくまで全身を叩くとか、両手足を縄で縛り上げて天井から吊るすといった押し置き方法いくつもあったんですけど、こういった法律や道徳が全く通用しないこの遊郭の中で、この世界でのみ行われていたもので、ほぼ奴隷のような扱いを受けていました。ただその後ですね、まあ、明治に入ってから衰退が進んだんですよ。1946年、国や市では一定基準のもとに女性の売春を公認して、売春行為っていうのを適法行為とみなす交渉制度っていうのが GHQ の各所によって廃止になって、続く1958年には売春防止法が施行されて、表立ってはこういう仕事は減っていきました。ただ今でも完全ないのかっていうと、実際はそうではありません。まああんまでけえ声で言えないですけど、大阪にあるなんとかでは風俗営業の許可を得ず飲食店の携帯を取ってて、女性従業員が性的サービスを提供するっていうのは、これ前提としてあくまで飲食店だったんですけど、従業員とお客さんとの、まあ、ちょっと恋愛が始まったんですよねみたいな、自由恋愛なんですよねっていうのが建前になってます。まあ、お風呂屋さんとかもそうですよね。まあ、こういったものがですね、稼ぎたい女性を雇用するといった観点から、そして生産業というところでグレーゾーンの営業をしているというところもあったりします。はい、とまあ、今回日本人女性が入局できない理由から、かつて日本で大流行した梅毒の歴史を紹介しました。海外で稼ぎもね、コロナ明けた今だから行きたいという気持ちもわからなくはないんですけど、ただやっぱり不法就労とか、まあ黒いことをやるわけなんでリスクはあるんですよ。そのリスクを背負ってまで行く必要ってないと思うんですよね。普通に働いておれば生活はできるんじゃないかなと思うんですよ。お金欲しさに国内に迷惑をかけるというのは違うと思うしね。需要と供給があればそれでいいのかって言われると絶対そうじゃないと思います。ぜひ皆さんの意見もコメント欄までお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ジュキヤさん生きてますか？全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんなリクエストでした。タカさん、こんばんは。最近 YouTuber のジュキヤさんがチャンネルを3つ連続でバンされたということが X で話題になってて見かけたのですが、 YouTube でバンされた人たちっていきなり収入がなくなると思うのですが、生きていけるんでしょうか？無理でしょう。過去にも同じような人がいたらまとめていただきたいですということなんですけど、こちらリクエストされたんです。 DM にもあった大物 YouTuber アカウントが3つ連続でバンされた騒動ということで、皆さんこちらご存知でしょうか？まあ、ちょっと同情しちゃうななんて話もしたんですけど、ただね、そもそも知った体で話してたんですけど、中にはご存知じゃない方もいると思うんで、プロフィールからちょっと洗ってきたんですけど、こちらジュキヤさん、1999年生まれ、愛知県出身の動画クリエイターでして、 YouTube で活動を始める以前はですね、 Twitter 上のショート動画の投稿というのが主な動画だったそうです。これ僕知りませんでした。2017年2月には YouTube でメインチャンネルジュキヤを開設。当初はドッキリ検証系の動画がメインだったんですが、翌年に在籍していた大学を中退、本腰を入れ始めると、最近まで人気コンテンツとして続いていた街頭インタビューで黒歴史を聞くというね、この動画がめちゃくちゃバズりまして、チャンネルが残っていた今年5月時点で YouTube のメインチャンネルが登録者252万人、サブチャンネルジュキパッパ、ジュックンゲームズもそれぞれ167万人、15万人と、主に Z 世代から絶大な支持を得る大人気 YouTuber まで上り詰めました。動画内容はそれ賛否あったんですけど、編集は月曜から夜更かしみたいな感じで、テンポも非常に良かったんですよね。渋谷街頭インタビューといえばジュキヤとユーカンと、この2大と言われるまでに成長しました。まあ、ただ最近ご覧になったことある方なら分かると思うんですけど、動画内容がかなり
攻めてたんですね。過激な言動というのがたびたび報じられて、ざっくり過去の炎上をまとめてきました。2016年7月、EXILE などの所属事務所 LDH について、曲も顔も同じものばかりとコメントして炎上。そんなことないんだから、だってね。2018年6月、K-POP 好きを自称しながら、BTS のメンバーも覚えていないことが発覚し炎上。まだまだ、ゆるっちゃゆるいですけど。同年の7月、オードトワレパリ・サンジェルマンさんの YouTube 生配信で、オフ会で女性ファンにセクハラをしたっていうので炎上しました。本人から特に何もありませんでした。同年の12月、ジュキヤさんが考案したと主張するオリジナルキャラクターが BTS キャラクターに酷似してるとしてパクリ騒動で炎上しました。そして2019年1月、過去に所属していた YouTube 事務所、バズでいじめに加担していたという噂が広まり炎上。これあったな、これな。こちら別に真偽不明です。2022年12月、撮影中しつこくついてくるファンのスマホを地面に投げつける動画が拡散されて炎上。まあ、しつこいやつもあるけどね。2023年6月、彼氏のいる女性に胸を触らせたと聞いてみたらマジでエグかったと題した動画。ターゲットの女性を一緒にいた男性と引き剥がすまでし、カップスをしつこく聞き、嫌がったのにもかかわらず、バストサイズを測ろうとメジャーを当てる素振りを見せたことでセクハラだとして大炎上。同年8月、多分これがね、一番話題になったと思うんですけど、街頭インタビューで遭遇した、まあ、おそらく小学生くらいと思われる2人の娘を連れた親子に、ハメ撮り見たことない?見てみなと発言し大炎上。まあ、今までのは、1万歩譲って OK だったとしても、これに関しては、もはや逮捕案件だろうということで批判が殺到しました。はいと、プロフィールから過去の炎上までざっくりとおさらいしたんですけど、今回まあ何があったのかというと、結末はもう言っちゃったんですけど、511ですね。YouTube のコミュニティガイドライン違反でメインチャンネルが消去。これで終わるかと思いきや、3日後の14日には残り2つのサブチャンネルも削除されたことが判明しました。理由がね、これ明確になってないんですけど、おそらく先ほど紹介した動画内でのいかがわしい言動等によってガイドライン違反通報が多数あったこと、街頭インタビューで協力した人にモザイクをかけると約束しながらかけていなかった、まあそういったところが理由として考えられています。こうしてね、短期間でチャンネルが全滅したことから、今回の措置はですね、 YouTube からのいわゆる永久版ではないかと指摘する声があります。まあ永久版って何かというと、まあまたチャンネル作ろうと無駄と、その人自体が YouTube 出入り禁止なんですね。なのでもう YouTube 上で二度と見ることのない可能性もあるということです。もうコラボした動画も消えると言われています。やっぱりね、これを受けて世間では一部悲しむ声もあるんですけど、どっちかというといつかこうなると思ってたとか、まあ誰も困らんなとか、ここ一月で一番嬉しいみたいなコメントの方が目立ったんですけど、こちら皆さんの意見もねお聞かせください。で、実はこの今まで赤バンされてきた日本の YouTube アカウントの中で、ジュキヤさんのメインアカウントっていうのが登録者が最多ということが分かっています。まあ、要は日本では過去一大規模の赤バンになったということなんですけど、じゃあちょっと今までバンされてきた大型チャンネルどんなものがあったのか、ちょっと懐かしいと思うんでね、まとめてきました。まず一つ目、ラファエルチャンネル。こちらラファエルさんの以前のメインチャンネルなんですけど、もともと2014年に活動開始して、およそ1年後には女性に100万円渡してラブホテルに誘う動画で大ブレイク。一時は YouTube 界トップに君臨されてたんですけど、2019年1月に当時登録者は216万人。このチャンネルがガイドライン違反で赤バンされました。後日サブチャンで今後は過激な動画やめますと謝罪動画アップしました。で、実はこの赤バンがあった直前に YouTube のガイドラインが危険なチャレンジとかいたずらに関する動画を禁止するとガラッと変更したんですよ。で、過去動画の数々も違反の対象になったんじゃないかと考えられています。二つ目、悪くないっすね、遠藤チャンネルさん。懐かしいですけどね、この遠藤チャンネルさんっていうのは、まあ、世間とは真逆の意見をするみたいな、まあ、そういう系の YouTuber で、誰だろう悪くないっすねみたいな独特な言い回しで人気を集めたクリエイターなんですけど、ただ2019年8月、京都アニメーション放火事件で、いや犯人悪くないっすねとそういった動画アップして大炎上しました。で、翌年9月にはチャンネル削除。同時にですね、2代目の YouTube チャンネル作ったんですけど、今度は新型コロナウイルスに関する嘘の動画を投稿して炎上。これがきっかけだったのか、2020年6月、 YouTube から広告を剥がされ逆張り系からの引退を発表。その後新たに3代目のチャンネルで1年ぐらいね、割と過激な発言を控えて、事件とか事故みたいな話題とかも避けてたんですよ。ただその1年後の2020年8月、遠藤チャンネル突如赤バンになりました。これがですね、まあ、本来なら YouTube って一定の期間内に複数回警告あったら赤バンなんですけど、遠藤チャンネルさんに関しては警告すらな一発バンだったらしくて、その後も新しくチャンネルを作ったんですけど、2日後に一発バンされたそうです。なので、まあジュキヤさんと同様に永久バンじゃないかと考えられています。次、一番ヘズバル。できるだけ早く言います。まあ、今もたびたび話題になりますけど、2020年頃から全国の有名な YouTuber に押しかける、いわゆる迷惑系 YouTuber として注目されたクリエイターでして、活動された当初は過激な言動により批判されることが多かったんですけど、2020年5月にスーパーで会計前の刺身を食べる迷惑行為、アパレル店にて T シャツが偽物だと迫る迷惑行為により、それぞれ窃盗と威力営業妨害の罪で同年の7月そして10月にも逮捕されました。ちょうどこの迷惑行為を起こしてから逮捕されるまでの間に YouTube のアカウントがバンされて、新しく作るで消えるみたいな、そういったいたちごっこを何回もやってたんですけど、結局合計で9回バンされて、まあ、おそらくこれも永久バンじゃないかと考えられています。今年3月からですね、キャバクラなどを経営する大手ナイトレジャーグループリオグループさんですね、でっかいですよ、その広報担当として働いてるそうなんですけど、月に5日ぐらい福岡県内の店舗を来て接客なども行ってるそうです。どうですか、福岡最高でしょ。で、最近はこの冒頭受験さんの赤バンを受けて、お前がリオグループで月に100万で雇ってもらえんか上司に聞いちゃろうとね伝えたと
として話題になっています。他にもねざっと紹介するんですけど、まずガーシーチャンネル、はい、出た。きっちりやりますで、きっちりやられたガーシーさんですね。登録者127万人。2022年7月に A 級版赤版された。登録者数は歴代5位になります。丸の内 OL ルイナさん、登録者83万人。2022年12月に赤版、こちら歴代10位。レペゼン地球さん、登録者106万人。2018年7月に赤版、こちら歴代7位ですね。登録者100万人超えの日本 YouTuber のチャンネルが版になったケースとしては初でした。はい、とざっとね記憶にある赤版になった主なアカウント紹介したんですけど、途中でも出たんですけど、まあ、YouTube ってね時代に合わせてどんどん進化してってるんで、コミュニティガイドラインが急に変わることめっちゃあるんですよね。しかも本当に急なんですよ。はい、これ何月何日までに変わります、読んどいてくださいねみたいな。はい、読まなかったら収益止まるんで気をつけてねみたいな。ほんと好き YouTube で、しかもこれ明確にダメですよっていうのはあるんですけど、アルゴリズム的なのが公開されることってないんですよね。だからこの赤版の要素についても、これはもう全部は内部の人しか分かんないと思うんですけど、バンされる原因としては著作権の侵害とか、もしくはコミュニティガイドラインの2つですね。現在ガイドラインが禁止してる禁止の行為としては、スパムと欺瞞行為つって、例えばチャンネルのエンゲージメント上げるために大量にスパムコメントをするみたいなことですね。次にデリケートなコンテンツの配信、これは性的な動画とかいじめとか自殺を助長するような内容のことですね。次3つ目、暴力的または危険コンテンツの配信、これチャレンジ系とかですね。次4つ目、既製品の紹介や販売。既製品っていうのが例えばアルコールとか薬物、まあ、紹介だけでもアウトなのが銃器ですね。あと誤った情報の配信、ここも非常に大事なポイントで、最近だとコロナ、自然災害に関する偽情報とか AI 切り抜き動画による捏造なんかも話題になりましたね。ディープフェイクみたいな。あと特に政治系とか宗教系とかもちょっと危ないと言われています。ざっくりとガイドラインに違反した場合アカウントがバンされてしまう可能性があるということなんですけど、一部都市伝説で大手 YouTube は優遇されるじゃないですけど、 YouTube からしても大手 YouTuber っていうのは大切な存在ではあるわけですよ。だから YouTube が推奨する動画を作って気に入られれば優遇されると思いますし、一度嫌われたら、はい、お前永久追放ですみたいなところもあるんですよ。ただそんな絶対的ルールでもあるこのコミュニティガイドラインを完全にガン無視した勇者たちも過去には数多くいました。過激だった人たちですね、ちょっと何人か紹介すると、1つ目、腹切り万歳さん。2011年から2017年頃まで活動していた。簡単に言うとジャッカスっていうね、これ知ってる方いると思うんですけど、アメリカのコメディアンが集まったパフォーマンス集団あるんですけど、あのめちゃくちゃ体張るんですよ、まあ、イメージはその日本版に近くて、実際にやってたこととしては花火を体に当てるとか、ヤギとか牛のうんこ食べるとか、スタンガンを下に押し当てる、腹に業務用ホッチキスを刺しまくる、イボを噛みちぎって食べる、すっぽんに腕を噛ませる、生きたサソリよく画鋲の上でダンスとね、考えられる痛いもん全部やるみたいなやってるんですけど、これらの動画今全部見れません。次です、よさこいバンキッシュさん。はい、体張った系の動画の人気が高かったグループ YouTuber さんなんですけど、特に渋谷で男女問わず100人とキスするまで帰れまてんの動画なんかは現在930万再生されてます。一度解散してからメンバーを変えて2021年に YouTuber 再開してるんですけど、今チェックしたらここ1年ぐらいは動画上げてませんでしたね。3つ目、東海オンエアさん。今ではこうクリーンな印象を持たれてる方、 YouTube の顔とも言える存在になってるんですけど、初期の頃っていうのはね思ったより過激なイメージなんですよね。実際に体に悪い100のことやってみたとか、生肉食ったら腹壊すのかとか、どこに落ちた食べ物でも3秒以内だったら食べれるのかとかね、結構攻めた企画をやってました。ただ時代に合わせてうまく方向転換してクオリティとかを落とさずにずっと人気を保つっていうね、それを成功させた数少ない YouTube チャンネルの一つだと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はね主に YouTube についてお話しました。僕もそうですね、まあやっぱりね、ただ YouTube 様もそうなんですけど、やっぱり視聴者様っていうのを一番大切にしたいなっていうふうに思いますね。こういう話題の方が興味引くんじゃないかとかもねたくさんあるんですけど、まあ、それでチャンネルがなくなってしまったら元も子もないですからね、ルールとかっていうのを守りながらもね今後も動画投稿頑張っていけたらと思います。他にも過激な方たくさんいますんでね、皆さんが好きだった方いたらコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。ウェイ、愛したおかずみそ。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことチャクです。これあの学校でなんか流行ったんですよね、僕が言い出したんですけど。そんなんありましたけどね、先日リスナーさんからこんなリクエストでしたよ。タクさんこんにちは、こんばんは。唐突ですが、私は中学生の頃から韓国アイドルの TWICE というグループが大好きです。卓越したポテンシャル、洗練されたダンスや歌などから生まれるパフォーマンスにいつも心を動かされます。ただそんな中、よく韓国アイドルや練習生は過酷すぎる日々を過ごしてると聞いたことがあります。実際に自殺のニュースなどで K-POP アイドルの過酷さを目の当たりにすることがあります。実際に K-POP アイドルはどのような日々を過ごしているのでしょうか。たくさんの視聴者に合うか分かりませんが、ご紹介いただけますと幸いですということなんですけど、こちらリクエストアイス。確かに K-POP アーティストのパフォーマンスとクオリティってえげつないですよね。容姿端麗、歌を歌えてダンスもできて、テレビに出たらトークも面白い、普段も可愛いとなるとどんな練習してんのってね、まあ、心配になる声がでかいおっさんですけど、ちなみに僕はパクソジュン一強なんでアイドルは分かりません。ただ僕も今まで話を聞くだけであんまり詳しくは知らなかったんですけど、改めて調べてみると、このクオリティを維持するためにですね、陰でアーティストはとんでもなく過酷
酷な日々を過ごしているということが分かりました。なので前置きはこれぐらいにして、本日はですね、 K-POP アーティストたちは普段どのような日常を過ごしているのか、こういったテーマで進めていきたいと思います。まず韓国での事件で日本でも大きな話題になったものでいくと、2019年ですね、カラというアイドルグループの原さんがですね、自宅で亡くなっているところを発見されたというニュースなんですけど、動機については当時元交際相手の別れ話のもつれで、相手からのリベンジポルノの拡散で脅されて訴訟合戦になっていたとか、日本で大ブレイクしたんで韓国のネットではあいつは親日だみたいな誹謗中傷になっていたとか、事務所と契約をめぐって以前から対立があったとか、いろんな憶測が上がっていたんですけど、これが大前提であったことに加えてですね、実は原さんの死亡が確認されたのが、彼女の親しい友人でもあったアイドルグループ、その元メンバーのソルリさんという方がいるんですけど、この方が亡くなったおよそ1ヶ月後のことだったんですね。このソルリ氏の死亡も彼女の自殺の引き金の一つになってしまったのではないかと考えられていて、似たような事件でいくと、去年4月のニュースで韓国の男性グループアストロというグループのメンバームンビン氏という方が4月19日ソウルである自宅で亡くなっているところが発見されたと報じられました。このムンビン氏がまだ25歳の若さであった、さらにかなりね精力的に活動されていた中での急なニュースだったので、世界中のファンに大きな衝撃を与えました。直接の死因というのはね報じられてないんですけど、自殺の可能性が高いと報道されました。なお遺書等は確認されておりません。で、この死亡が確認された前後1週間もしないうちにですね、韓国のソウル市だけでも10代の青少年3人が相次いで自殺をしていることが分かっていて、専門家の間ではウェルトリ効果ってね、誰か著名人とか他の人の自殺に影響されて自分も命を絶とうとする現象が懸念されました。このように韓国の若きスターたちの悲しいニュースっていうのが国内でもたびたび報じられるわけなんですけど、まず元々韓国って教育とか就職にしろものすごい競争社会っていうのはね有名な話ですよね。特に20代の若者の自殺率が先進国においては非常に高いことでも知られています。その中でも特に厳しいと言われているのが芸能の世界ですね。やはり韓国で有名になると欧米とかヨーロッパでポップスターになるよりもはるかに大きな圧力がかかると言われています。っていうのも国を挙げてやろうとするので、近年の芸能人アーティストの相次ぐ自殺を踏まえて、こうした競争が激しい韓国の芸能界に現在世界中からですねちょっとやりすぎなんじゃないかと、そういった厳しい目が向けられています。で、そんな今日はアイドルに話を絞って、韓国でアイドルをやるっていうのは一体どういうことなのかということで、ここからは普段あまり耳にする機会がないであろう韓国アイドルたちの過酷な日々の実態について紹介します。まず一つ目がですね、以前アベマのアベマ的ニュースショーで紹介された内容なんですけど、韓国でこういった状況を語ったのは2019年結成、メンバー全員が日本人の韓国アイドルグループスカイガールズのメンバーでして、このグループを知らない方のために解説すると、元々はダンス系専門学校のオーディションで選抜されたメンバーで、その後韓国でデビューを果たしました。ただデビューしてからわずか1年後にメンバーがグループからの脱退を申し出るという騒ぎになったんですね。理由は所属事務所代表からの過度な要求、パワハラ、セクハラ、給料の未払いだったと言われています。具体的には朝起きたらまずおはようございます、これ普通ね、ただ電車に乗ったら今乗りました、帰宅したら家に着きました、全ての行動を逐一報告するという必要があって、プライベートの時間なんかまずない、食事も全部写真を撮って報告、痩せなかったらスケジュールは全キャンセルと脅される、身長160センチ以上であるのにもかかわらず体重が40キロ台になるまでダイエットを強要される。一つ話によると自分の身長から120を引いた体重にするように言われるというんですね。160センチだったら40キロみたいな、なので、立ち上がった時立ちくらみがして鼻血が出たりとか、そういったことが起きても疲れてるんだねと言われて別に休みはくれないと、他にもね色々あるんでね、ちょっと気になる方は調べてみてほしいんですけど、やはり容姿ルックスに関する指導は特に厳しい印象がありますよね。これにもね理由はあって、これは韓国アイドルに限定した話じゃないと思うんですけど、特に韓国のアイドルのファンというのはタレントの動きにかなり敏感な傾向があると、例えば髪型についてまで深くコメントするとかね、まるでアイドルを顕微鏡で観察してるかのように異常に観察するファンが多いと言われてるんですよ。ルックスも込みで言ってるので仕方ないっちゃ仕方ない話かもしれないんですけど、ちょっとでも太っただけでネットではデブだったなみたいな言われて、一気に炎上まで行くっていうのもね韓国アイドルファンの特徴だと言われています。本当のファンなら多少太っても愛せよと僕は思うんですけどね、どうやら世間はそんな甘くないみたいですね。話を戻すと、こうした状況が続いたことで彼女らは脱退を表明するんですけど、実は事務所と10年間所属するという契約を結んでいたという関係で、事務所の代表から脱退は契約違反で会社に損害を与えたとして、逆にメンバーが1500万円ぐらいの損害賠償を求められたんですよ。ただ最終的に東京地裁はこの主張を破棄して、なんとかメンバーの契約解除が認められたんですけど、実はこれはもう韓国に限らずだと思うんですけど、アイドルとの契約7年とか結構長い期間を設けてる芸能プロダクション多いんですよね。というのもこのアイドルを一人育成してデビューさせるまでには約2年半の時間がかかるんですね。事務所はこの日本円でいうと1000万円以上ぐらいは投資すると言われていて、要はこの初期投資をできるだけ回収するために長く契約させるっていう理屈なんですけど、一応韓国では2009年に大衆文化芸能人のための標準専属契約書ってものが作られて、その中で契約期間を7年以上にしちゃダメですよという風に勧告はされてるんですけど、先ほどの10年契約って話が出たんで、もしかしたら比較的小さい事務所はこれを無視してるのかもしれません。ただ7年って長くない？せめて5年とかじゃないかなと思うんですけど、ただ近年はちょっとした日本人ブームっていうのがあって、日本人のメンバーがいるとグローバル戦略に強いっていうことで、だから日本
本人の練習生を事務所が積極的に取り入れようとする動きが目立ってるみたいですね。先ほどのも日本人だけでしたしね。ちなみに韓国のある芸能関係者によると、韓国でアイドルを志望する練習生はざっと100万人ぐらいいると。さらにこの中でデビューできるのは1000人以下、さらにそこから成功できるのはたった100人程度、日本人の場合そのまた10倍は難しいと言われています。つまりこのスカイガールズさんっていうのは 99.999% ぐらいの倍率を勝ち上がったんですよ。そんな夢にまで見たデビューを果たしたのにもかかわらず、メンバーがたった1年で脱退を希望したということは、それだけ過酷な状況だったということが想像されます。はい、まあこれはね、日本人の韓国アイドルの話になるんですけど、これは日本人が言ってるだけなのか、全然そんなことありません。そもそも韓国人か否かに関わらずですね、韓国でアイドルになるっていうのは、まず韓国である事務所が開催するオーディションを勝ち抜くことが必要です。晴れて事務所に所属になっても練習生といってね、デビュー候補に選ばれて、そこから何年も練習生活を積みます。この間ほとんどの場合が無給です。それでもデビューというのは確約されていません。その後事務所のデビュー選抜メンバーを決める厳正な審査を通過して、ごくごく一部の練習生がデビューできるといった流れです。これはね、事務所にもよりますけど、デビュー後も練習生時代にかけたお金を回収するために売れるまでは無給という場合もあると思います。で、実際にこの練習生の生活を送った韓国のチャ・ユジョンさんという方の体験談で、この方現在は DJ チャユっていうね名義で DJ として活動されてて、韓国国内外の大型イベントにも多数出演されてるんですけど、実は7年ぐらいアイドルグループの練習生として活動してました。その時のエピソードの記事見つけたんですけど、まず日々のレッスンは早朝からの体力作りの運動をした後、10時間以上にもわたるダンス、ボーカル、個人レッスン、グループレッスン、連休も練習室に閉じこもり、正月にも家族に会えない。グループレッスンではまるで軍隊のように、一人でも動作が合わなかったら最初からやり直される。携帯はレッスン前に取り上げられ、 SNS も恋愛も禁止。練習生のレッスンにかかった費用は本人の借金になる。さっきも出た途中で事務所を辞めた場合の違約金ですね、多い場合だと1000万円ぐらい請求されるケースもあるそうです。こんな生活をおよそ7年間続けて、チャ・ユジョンさんは2016年にハートっていうグループでようやくデビューすることが決まったんですよ。ただその直前、まさかの事務所都合でデビューは白紙になったって言うんですよね。さすがにひどすぎるな、人の人生なんやと思っとんやって話ですよ。はい、とちょっと最近起きた韓国アイドルたちの過酷な日常が垣間見える体験談いくつか紹介したんですけど、今日はどちらかというとね、事務所側の話がメインだったんですけど、冒頭にもお話したね、韓国アーティストの相次ぐ自殺についてね、軽くお話したくて、これが音楽誌ビルボードのアジア特派員ロブ・シュワルツさんという方が、韓国のタレントアーティストが抱えるストレスの根源、大きく分けると事務所からのコントロールとファン文化もあると指摘してて、僕もたびたびね、このファン文化みたいな話はするんですけど、このファンがアーティストの動きに過剰に反応するっていうのは、そのファンにもよりますし、国はそんなに関係ないかなと思われるんですけど、韓国の評論家ハ・ジェクン氏という方が、韓国は他の国に比べると著名人に求める倫理的基準が非常に厳しいというんですね。まあ、要はスターなんだから私生活もきっちりしてる、しっかりとした対応ができて当然、そのアーティストのパフォーマンス、プライベートの言動に至るまで求めるステータスが高くなってるっていうんですよ。で、求めてるだけならまだいいですけど、その期待値を下回った振る舞いをしてしまうと、ファンの数も合わさって、それが集団主義的な社会圧力になり、スター個人への集団攻撃になるというんですね。これをスティグマって言ったら、ちょっとかっこいい言葉で言い表されてるんですけど、本業のパフォーマンスと体型維持だけでも相当な負担なんですけど、それに加えて世間からの目にビクビクしないといけないっていうね、なんかいらないストレスも背負わないといけないんですよ。まあ今話したことってね、皆さんもなんとなく分かったと思うんですけど、日本人もどちらかというと著名人に求める倫理的なハードルって高いんですよね。ただハードルが高いっていうのは別に悪いことではないんですよ。例えばですけど、日本のアーティストがワールドツアーをするってなると、ある意味日本人のアーティストとして海外に行くわけじゃないですか。こういう時に海外でもしっかりとした対応ができるかもしれないみたいな、そういった意味ではね、言いようによっちゃ意味は多少あるかもしれないんですけど、たった一言の言葉だけでその人を悪だと決めつけて叩きまくるっていうのは、これはあまりにも理不尽すぎると思いますね。それが有名勢だってのも違うと思うんですよね。その人が有名になったのってパフォーマンスであったりとか、その人の努力があったからだと思うんですよ。自然と生きててアイドルになったわけじゃないと思うんですよね。あなたの大好きなアーティストっていうのも一人の人間だということをね、決して忘れちゃいけないと思うんですよね。それはどんな状況にも言えると思います。はい、というわけで今日は以上でございます。もしね、もっと詳しい内容補足とあればコメント欄までお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。急なんですけど、昔僕パチンコ店のホールスタッフで働いてたっていう経歴があって、まあ、そうなるとクレームっていうのは日常茶飯事だったんですけど、実際に来た意味不明なクレーマー参戦やります。第3位、お前が来たから魚群外れた。はい、これは意味不明ですね。お前が来たって言われても、こっちからしたらお前が来たですからね。まあお客様にそんなこと言っちゃダメなんですけど、お前が来てるからな、魚群の代わりに俺が来たんですとか言ってやればよかったですね。まあ、多分ぶん殴られてた。第2位、お前のこと覚えたからなと言われながら写真2万枚撮られる。はい、これカウンターで暴君化してたおっさんがいたんですよ。うわーって。だから上司と制止しに行ったら、お前のこと覚えたからなっつって、上司じゃなくて僕だけを写真ブルルまだ覚えてる。第1、朝3人しか並んでないのに抽選すんなガキ。これは大正論です。
全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんなランキングでしたけども、リスニーさんからこんな DM でした。タックさんこんにちは。こんばんは。最近私は仕事のお昼休みにコンビニに行ったのですが、レジに並んでいる時にすごい空気になりました。なぜかと言いますと、この日ワンオペで回していたであろう店員さんに対して、がっちり体型の男性客が大声で、お前仕事が遅いんだよと罵声を浴びせていたからです。最初はこの店員さんも男性に対して謝っていたのですが、徐々に言い合いに発展したため、最後はカオスな状況になりました。仮に私が店員さんの立場なら、どうなるお客さんに対して反撃するかもしれません。このようにクレーマーに対して反撃した事件などありますか？あれば紹介してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。クレーマーね、まあ悪質なのがいるわけですよ。これを合わせて悪質クレーマーと言ったりするんですけど、このチャンネルでも1年前ぐらいですかね、悪質なクレームを入れる人にはどういった特徴があるのかっていうのを紹介して、まあ、最近だと実写チャンネルの方でも、あなたの遭遇したクソクレーマーを教えてくださいっていうね、クレーマーについても取り上げたんですけど、よかったらこっち見てください。まだと今日はちょっと一歩踏み込んで、まあ、そんな過激化したクレーマーがその後ですね、クレームの受け取り手によって殺害された事件とか、とある件をきっかけに自ら命を絶って亡くなってしまったと噂されてる事例とか、そういうクレーマーたちの末路やクレームの受け手に焦点を当てて、過去に起きた残忍な事件についていくつか紹介していきます。では早速です。一つ目、東芝ビデオ修理クレーム事件。はい、これは結構前にあった事件なんですけど、クレーマーの人がどうこうとか言うわけじゃないんですけど、当時ですね、世間からものすごい注目を集めて、クレーマーっていう言葉が定着するきっかけにもなったと言われた事件です。まず概要として、1998年ですね、福岡市の福岡かーい、福岡なんやね。ただこの人は別に悪くないんですよ。男性会社員が東芝製のビデオデッキを購入したんですよね。で、実際にテープを再生しようとしたら、画面上に白いノイズが発生したんですよ。おかしいなーっつって、で修理を依頼したんですけど、その修理内容にどうも納得ができなかったっつって、事情説明を求めたんですよね。そしたら電話での対応部署をたらい回しにされた挙句、通常対応が困難だと判断されて、最終的に障害管理室っていうね、外部とのトラブルを専門に扱う部署に回されて、そこの担当者からとんでもない罵詈雑言を浴びせられたっていうもので、この時のやり取りが公になったんですよ。で、企業サイドが問題視される事態になりました。っていうのも、この男性途中から会話を録音していたんですけど、ただ実際この時どんな会話が最初から最後まで行われていたかっていうのは分からないんですけど、これが東芝の対応と題して、自身で制作したホームページに公開したんですよ。で、ここには担当者がめちゃくちゃ強い口調で、オタクさんみたいなのお客さんじゃない、クレーマーっていうの要求は何すか、誠意を見せろってことですか、オタクさん業務妨害だからね、そうですね、結構強めに顧客に向かって、少なくともお客さんに向かって使う言葉ではない、そんな対応が録音されていたんですよ。結果これがビジネス雑誌とかで取り上げられて、アクセス件数は1ヶ月で160万件と、個人の一ホームページとは思えない異常な数字になって、さらにこの問題について書き込む掲示板、不買運動を呼びかけるページまで現れます。とんでもない大騒動になりました。ただ当初、今ではね考えづらいんですけど、企業側がガン無視したんですよ。そうした中で、次は男性に対してページの閉鎖を求める仮処分申請まで出して、まあまあ強気の姿勢を見せたんですけど、ただこれが反感を買うことになりました。男性はビデオデッキを買いましたけどね。はい。で、最終的にはこの仮処分申請の取り下げと謝罪会見も開いて、副社長さんが男性宅に出向いて直接謝罪することで一段落になったんですね。はい。と、まあこの当時っていうのがまだネットというものが普及し始めた頃で、新しい媒体だったんですけど、その背景もあって大丈夫だろうと企業側もネットを油断していたんですね。確定ではないですけど、公表された時に会話の中でこの担当者が使っていたクレーマーっていう言葉が理不尽な要求をする人っていうね、そういったイメージが定着したとも言われています。これは企業側が悪くて言葉が誕生したっていう事例ですね。意外とそっちだったんだって話ですよね。次、これがですね、まあ悪質なんですけど、2015年、53歳無職の男が5年間にわたって都内を中心にですね、千葉、神奈川など1都4県のパンやコンビニ、弁当店とかにパンが濡れてるっていうね、嘘のクレームを合わせて80件ぐらい繰り返し行って、およそ2700万円以上騙し取っていたという事件なんですけど、クレームでこの金額ってどうやっていくねって感じですけど、この男一人でなんか2、300円じて俳優みたいなことやってたんですよ。で、結果は店員を騙して店の売上金まで搾取したんですけど、この手口がですね、まず最初は客を装って、ちょっと食パン濡れてるんだけどどうしてくれるのっつって電話でクレーム入れるんですよ。で、次にその店の本部社員を装うんですよ、男が。で、パン屋に電話して、あ、クレームの件聞いたよっつって、お詫びのパンとあと一緒に今日の売上金も持ってきてって電話で言うんですよ。なんでってなるやん普通。でも、まあ本部かってなって、で、その後に白いワイシャツに黒いズボン姿で本部社員になりきって店の外で待ち伏せするんですよ。で、電話を受けた店員さんが、あ、本部の誰々さんっつってお金を渡すんですよ。主に店の管理とか運営に関してあんまり知らされていないアルバイト店員が多い店を標的にしていたんですね。それにしても凄まじい金額ですけど、よっぽど演技力がすごかったんでしょうね。その後逮捕された男は金が欲しかったと容疑を認めています。頭がいいのか悪いのか絶妙ですよね。演技力がすごかったっていう話でしょうね。俳優ならよかったのに。あとは逮捕されたもので言うとね、最近ですね、3つ目、店員を土下座させて逮捕になったクレーマー主婦、これありましたね。これが2013年9月、札幌市にあるファッションセンター島村苗穂店で購入した商品が不良品だと訴えて、従業員に土下座させた上で自宅に来て謝罪するように約束
さっさっつって強要の疑いで43歳介護職員の女が逮捕されたという事例で、同時にこの女店までの交通費を要求したりとか、関係ないやろ、 SNS 上に従業員2人を土下座させてる様子が分かる写真とともに投稿欄にですね、従業員の商品管理の悪さのために客に損害を与えたとして謝罪する店長代理〇〇と平社員〇〇、まあ、そういった文言を加えて実名付きで投稿までしたんですよ。これはもうモンスターですね。このモンスターっぷりが世間からの同情を得られるわけもなく、非難の声が殺到して大炎上しました。結果アカウントごと消して逃げちゃったんですけど、後の祭り。この後ですね、裁判行われまして、本人の反省があったという理由で強要罪では不起訴になって、ただ SNS 上での中傷コメントなどに関する名誉毀損罪で略式起訴になって罰金30万円の命令下っています。調子に乗った結果30万円を払う結果になったということで、ザ・クレーマーみたいなただのやっべえ人たちっていたりもするんですけど、あんまりひどいとこういう風に逮捕することができるんで、これは覚えておいていいと思います。ただ中にはですね、クレーマーが殺害されたっていうケースもあるんですよ。これが4つ目、牛丼店クレーマー殺人事件。こちら2004年の9月、東京墨田区のマンションで全国チェーンを展開する牛丼屋の男性店長、当時26歳が介護士の男性、当時36歳の背中や胸十数箇所をナイフでめった刺しにして殺害するっていう事件が起きました。よくよく捜査の過程で、この背景には店にクレームをつけてた人、そしてそのクレームの担当者だった加害者っていう関係があって、この加害者になった店長、もともとアルバイトから正社員に登用されて、その後異例の若さで店長に就任したんですけど、これから頑張ろうって時にこの店で弁当を買ったっていう男から、弁当が横になってたぞ、どうなってんだっていうね、一本の苦情電話あったんですよ。このクレームが始まりでした。男は週に1回ぐらいしか店に来てなかったんですけど、このクレーム以降ですね、10分間隔で計8回同様の電話をかけて、その他にも自宅まで謝罪に来させたり、そこで店長は自腹でお詫び金っていうのを渡してしまったりしたんですよ。そして事件前日、再び男は店を訪れて、次は店員に対して、おいなんで客に水出さねえんだよとか難癖をつけ始めて、退店してもですね、10分おきにクレームの電話をかけてきたんですよ。ただ今回のクレームに関してはさらに加熱して、この日から翌日にかけて回数にしては10回以上、事件当日になってもやむことがなかったんですね。で結果、お前の親の顔が見てみたいと、そう言われた店長がもう我慢の限界が来て、そのまま自ら男性宅まで足を運んで、対面した男の口を塞ぎながら持参した刃物で刺し続けたんですね。その後2005年の6月、殺人の罪に問われたこの店長の裁判では懲役10年の判決が言わされています。もちろんね、このクレームで人を殺めることが正当化できることではないんですけど、この現金を渡してしまったりとか、お金で解決するのではなく、こうなる前に録音とか会社にもちゃんと報告しておけば結果は変わっていたと思うんですけど、僕の勝手なあれですけど、報告してたんじゃないかなとも思うんですよね。こんだけの回数やってたら警察に言ってもいいレベルだと思うんですよね。こういった事件もありました。では最後に5つ目ですね、クレーマーが自ら命を絶って亡くなったっていうケースで、ただこれ前提として死因に関しては明確な情報が出てなくて、自殺の可能性が高いと言われています。概要としては2013年6月、当時の岩手県議会議員小泉光雄氏という方が、自身のブログ上で受診した病院をここは刑務所かっつって書き込みを行って、その書き込みに対して批判が相次いで炎上騒ぎになったんですね。でそのおよそ3週間後、同県の大志田ダム付近で死亡しているのが見つかったという事件で、遺体の司法解剖の結果、死後1日から2日経過、体内から泥酔状態を上回る血中濃度のアルコールが検出されたということで、自殺の可能性があるとされているんですけど、まずこの小泉氏のブログ記事っていうのが、俺は刑務所に来たんじゃないぞ、中央病院の責任者と題して、自分が通院していた病院の対応について書き込んでたんですよ。ちょっと一部読み上げるんですけど、当職と一悶着ありました。241番の方、お名前でお呼びします。241番の小泉光雄さん、俺を呼んでいるのと気づいた瞬間、頭に血が上りました。ここは刑務所か、名前で呼べよ、なんだ241番とは、と受付嬢に食ってかかりました。会計をすっぽかして帰ったものの、まだ腹の虫が収まりませんとですね、受診した際に番号に呼ばれて腹を立てて、会計も払わずそのまま帰ってきたってことを書いたんですよ。さらに加えて、こちらは1万5000以上の検査料を支払う上得意のお客さんだぞ、そっち側から本日はありがとうございましたとカウンターの外に出て長椅子に座ってる患者の方に来るべきだろうがとですね、高い診療費を払ってるわけだから会計時に支払いカウンターに行くのはおかしいんじゃないかという主張で、こういうあまりにも非常識な超悪質クレーマーみたいな格好を行ったんですけど、これに対してもちろん、なんだお前と炎上しました。本当に議員かとね。この事態を受けて、その後更新されたブログで不適切な表現がありましたので、で削除の上お詫びしますと謝罪文が掲載されたんですけど、これはまだ収まらずですね、小泉光雄岩手県議会議員の辞職を要求しますと、まあ、そういったブログが立ち上げられたりとか、2週間ぐらいで苦情とか辞職を求めるメールが合わせて700件以上送られる事態になりました。かなり多くの非難が殺到したんで、問
問題となった関係するブログ記事っていうのは全て削除。後日開かれた記者会見の場でも法人としての立場を忘れ、資料にかけた不適切な表現をした。世間を騒がせし申し訳ない。医療費は後日全て支払った。初心に帰って仕事で恩を返したいとですね、自分の思いを語った上で辞職する考えはないということも伝えたんですよ。で、一旦これ落ち着いたように見えたんですけど、この記者会見のわずか1週間後です。とある日の夕方頃から行方不明になって、その翌日に遺体で発見されることになったんですね。で、この事件、クレーマーとなった小泉氏の不適切な言動に対して多くの批判や抗議が寄せられたんですけど、ただ一方で事件発覚後の考察では、ネット上にあった具体的な言葉での誹謗中傷っていうのが精神的に追い詰めていた可能性もあるんじゃないかっていうものとか、それと同時に自宅まで押しかけたマスコミの取材とかテレビの報道、これらの過熱化が彼が亡くなった直接の原因じゃないかと、そしていろんな憶測が飛び交ったんですけど、いずれにせよまず初めは県議としての軽率な行動だったっていうのは間違いないんですけど、実際ここの因果関係というのはまだ分かっていません。ただこういった方たちを追い込むやり方っていうのはいい結果にはならないと思うし、マスコミっていうのは最大限配慮していく必要はあると思うんですけどね。はい、というわけで今回悪質クレーマーの末路を放火しました。過去に起きた事件いくつか紹介したんですが、いかがでしたでしょうか。やはり冒頭にお話したこの東芝クレーマーの事件があって、クレーマーっていう言葉が定着したっていうのがあるんですけど、この同時期にはですね、自己中だったりとか、もう少し後だとモンスターペアレントつって、こういった言葉が注目されてきたわけで、時代が進むにつれてクレーマーの性質も過激化してる説は絶対あると思うんですよね。やはりサービスを良くすれば良くするだけそれに慣れていきますから、サービス良くしてますよと見せることも大事なんですよね。ただ周りに対しては無関心で、自分さえ良ければそれでいい、そういう良くない風潮ってあるんですよね。確かに自分のために生きることは大事なんですけど、だから周りはどうでもいい、雑に扱っていいっていうのは絶対違うと思います。今もね、なんか車椅子の件で問題になってますけどね。皆さんはこのクレーマーについてどう感じるか、ご意見あればコメント欄までお待ちしております。あとね、実際に被害に遭った方事例書いてください。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。諦めるしかない、そんな時代は終わった。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。今日なんですけど、見逃せない DM 来ました。おいタック、最近元万有のバンビが SNS の専門学校というものを作ったらしい。これ調べて紹介しやがれ。 PS、 お前が講師なら授業受けてやってもいいぞ。やるか個別指導、成績右肩上がり、個別指導キャンパス。まあ、久々の口悪いリクエストでしたけども、なんかこの件については風の噂で来ました。なので今日はどういったことを教えてるのかとか、学費とか、ちょっと知らなかったプラス僕も YouTuber としてね気になるんで、こちら紹介していきます。まずバンビさんなんですけど、知らない方もいると思うので何者か紹介すると、2018年の7月、相方のユンさんと共にバンユンというチャンネル名で配信活動していた YouTuber です。ちなみに一度だけお会いしたことあるんですけど、めちゃくちゃイケメンです。やっぱその時にね、神様って不公平だなと思ったんで、今日はそれについてあと7時間ぐらい話そうかなと思うんですけど、ただ2023年の1月に無期限で活動休止して、で2023年9月9日に正式に解散を発表しました。マッスルスーツみたいなのを常時つけ始めたぐらいから色々おかしくなってたんですけど、ここでは解散理由とか省略しますが、解散前の2022年7月に開設していたもう一個のチャンネル、スパイダーメンのチャンネルがすごいバズって、当初スパイダーマンの全身タイツに身を包んで正体を隠していたんですけど、2023年8月に個人チャンネルの生配信で、実は俺がスパイダーメンやねんっつって公表して、これすごいですよね。日本だけじゃなくて海外をターゲットにした的確な戦略で、開設からわずか374日で登録者1000万人っていう日本最速記録を更新したんですよ。とんでもないですね。だから僕も思いついたんですよ、ジャギの仮面をかぶってYouTube やろうかなと思って、後ろから急に通行人ぶん殴って俺の名を言ってみろって言い回るチャンネルって、これどうすかね。これが話題になって、現在はスパイダーバンビっていう名前に変更して、今ではチャンネル登録者1700万人超えとぐんぐん伸ばしてるんですけど、今年の3月26日バンビさんは自身の X にてブレイキングダウンの仕掛け人でおなじみ起業家の溝口雄二氏と共にマンツーマンでバズり方を教えるヒーローズユニバーシティの設立を発表しました。今日はこのヒーローズユニバーシティの概要なんですけど、ここでは SNS 社会を生き抜くために必要なバズりを生む知識を学ぶ大学ということで、SNS 全部消してしまえば終わりなんですけど、ユニバーシティと名乗ってるんですけど、専門学校の方が近いと思いますね。この学習内としては、バズ現象に順応、想像していく力、プラットフォームの理解、何がバズるかなどの調査力のコツ、共感性のあるコンテンツの制作力、イメージを形にする技術力、トークスキル、分析力、モチベーション維持とか、まあ、こういうのがあって、これらを総称してバズ学っていうんですけど、これを現役のクリエイターたちがオンラインとか定期的に開かれるイベントで講義してくれるということで、特別講師枠っていうのがあって、えっチャンネルのえっちゃんさん、戦う料理人でおなじみ米尾さんとか、そういった有名人たちも特別講師として名を連ねています。5月入学式で、7月バーベキュー、9月体育祭っていうね、なんかいろいろあって、まあ、ここまで聞くと YouTube とか SNS で食っていきたいという方はですね、ありだと思うんですけど、僕はこのホームページ見た感じだと、動画の編集技術とかを学ぶっていうのは、現時点ではそういった知識がある上で伸び悩んでる人にアカウントの方向性をアドバイスして YouTube で成功するまでをサポートするっていう風に感じましたね。あとやっぱり一番気になるのがお値段ですよね。こちら
スタンダードヒーローコースとエキスパートヒーローコースってね、2つのプランに分かれてて、どちらも12ヶ月分の学費が、まあ、スタンダードヒーローコースで65万7800円、エキスパートヒーローコース87万7800円です。これはすごい分かりづらいですけど、東京都の専修学校各種学校協会というのを公表している令和3年度生徒納付金調査で、入学金も合わせた学費の合計額が平均127万6000円なんですよね。だから一般的に専門学校って2年なんで、1年にかかる費用を比べるとスタンダードヒーローコースだと平均くらいで、エキスパートヒーローコースだと平均より25万円くらい高いです。ただどちらも12ヶ月で終了するというカリキュラムなんで一概には比べられないんですけど、まあ、ただこれを高いか安いかって感じるのは人それぞれだと思いますね。ネットでは講師陣が充実してる面白そうと興味持つ声もあれば、正式な大学でもないから卒業しても学資をもらえないのにちょっと学費高いんじゃないかと、ちょっとややこしいから大学名乗んなよ、ユンちゃんを利用して登録者稼ぎを行っていた、がめつい感じが一切変わってないことは分かった、スパイダーマンの力でバズったやつが何を教えても説得力ゼロなのどうしてもうさんくさいと感じてしまう、マッスルスーツを常時つけ始めた時からおかしくなったとね、まあ、そういった声がよくあります。まあ僕の意見としては、まあ当たり障りないこと言うと自分の人生ではあるんで、それが目標につながるのであれば全然いいと思うんですけど、まあ、ただ一人でここ行ったら絶対バズれるんかなって突っ走るのは違うと思いますね。あとやっぱ個人的なものが、バズを生む力って学ぶもんなんかなとは思うんですよ。自分の努力の過程とかアイディアの中で思いついたことがたまたま時代に乗っかってバズるみたいなイメージが多くて、やっぱ僕も8年ぐらいやってますけど、この動画伸びるやろとか言って全然伸びなかったことって未だに何回もありますね。やっぱね、個人的に一番大事なのは継続ですね。ただ継続するだけじゃなくて、何がダメとかなんでこれが良かったのかっていうのを分析できるかどうかっていうのが個人的には一番大事です。しかもそれってもう十人十色で一個正解なんかないんですよね。じゃあそれをずっと継続してできるかどうかっていうのは、それが好きかどうか、もうこれに尽きると思いますね。ただ僕はですね、一応社内で僕がこれまでの経験と分析、具体的な数字から作った極秘のマニュアルがあるんですけど、まあ、ちょっと良くしてくれた方にはここであげますよっつって渡すんですけど、まあ、まさかの代表が情報漏洩してるっていうね、珍しいパターンなんですけど、やっぱりそれを元に遂行してる方はガンガン伸びてます。あんなもん2時間もあれば全部読みますとかね、まあ、やっぱそれをどこまで自分に身につけていくかっていうのは、まあ、時間じゃないと思うんですね。やる気かなと思いますよね。いやー、もうしゃあないわ。4万円で販売します。欲しい方はウィルコムで電話してください。土曜日の朝5時半から6時の間だけ受け付けます。ちょっと話戻して、ただね、他にも YouTube 専門学校みたいな、その SNS の学校あるよってことでいくつか紹介したいんですけど、一つ目が代々木アニメーション学園ですね。これコマーシャルで聞き馴染みありますよね。この学校はその名の通り、アニメから漫画、声優とかエンタメ業界で活躍する人材を育成している全日制の専門学校で、2020年4月から YouTube 科っていうのが新しく設立されました。 YouTube 科では自身の個性やタレント性を磨いて、企画力や動画編集の技術を基礎からしっかりと学べるというところが大きな強みになってます。二つ目、ヒューマンアカデミー動画クリエイターカレッジ。この学校も先ほどの代々木アニメーション学院と同じく、声優俳優などのエンタメ業界で活躍する人材を長年育成してきた養成機関で、その中の動画クリエイターカレッジでは、動画編集の基礎から動画広告を作成するところまでオンラインで学ぶことができます。またプランとしては、半年か1年と、まあ、短いんで、学生とか社会人でも習い事感覚で気軽に始められるっていうのも一つのメリットになってます。次に三つ目が、バンタンクリエイターアカデミーというところ。この学校では動画編集といった基礎的な部分はもちろん、他と違うのが、入学してから半年から1年後にはウームとかドワンゴ、ニコニコ動画といった提携企業の長期インターシップに参加するようなカリキュラムになってます。なので基礎をみっちり学ぶというよりは、現場で体験しながら自分で実践するスタイルになっていて、提携企業も多いところから就職にも強いと言われています。学費なんですけど、代々木アニメーション学園とかバンタンクリエイターアカデミーが約150万、ヒューマンアカデミーは半年で24万か、デザインとかウェブの基礎も学べる48万円プランから選ぶことができます。1年間だと約92万です。やはりね、平均よりはちょっと高くなってます。機材の準備とかでお金がかかるということですね。はい、とここまで YouTube 専門学校について解説したんですけど、他にも以前紹介した e スポーツの専門学校とか、マーケティングの基礎、デザインスキルが学べる広報 PR 職の専門学校、歌やダンスなどをネットを通じて発信影響を与えるネットタレント、インフルエンサーの専門学校とかね、現代ならではの変わった専門学校もあります。あとは先ほどの代々木アニメーション学院には VTuber 化ってもあって、どうやったら人気出るのか、自分のキャラクターの設定、動画編集技術、視聴者を楽しませるコンテンツ作りとか、いろいろ学ぶことができるんですけど、これも YouTube 専門学校と同様に世間からヤバいとかね、まあ、ちょっとぼったくりじゃないかっていう批判の声もやっぱあります。やはり学費ですよね。授業料からパソコン、周辺機器の購入、アバターとモデリングの依頼とかを含めると2年間で約300万ぐらいかかると言われてて、これには親御さんは涙目ですよね。またですね、全部が全部そうではないんですけど、卒業資格がないと、まあ、そういったところもあるんですよ。なので一部ではやっぱ動画の編集技術は独学で学べるし、300万円の学費分をアバターとかモデリング制作に費やしてデビューした方がいいという声もあります。それは一理ありますね。ただ独学なんて言い出したら、この世の全て学校の存在意義問われますからねその価値があるかっていう個人の判断ではあると思うんですけど、マジでやる気さえあれば独学でいけるやつ
いです。ただマジでやる気があります。ちなみに僕も最初始めた時パソコン触ったことなかったですから、完全独学っちゃ独学ですね。まああと他にもですね、ちょいちょいリクエストあるんですけど、 YouTuber 目指してますみたいな。このリスクなんですけど、やっぱり一番大きいのは収入を得るまでにすごい不安定なところだなと僕は思ってて、要するに歩合制ってことで高頻度で動画を投稿しても、その動画の伸びが良くなければそれだけ収益も落ちるんで、どれだけ努力を重ねても稼げないことってのはよくあるんですね。また YouTube で収益化ってのもちょっと厳しくなって、現時点では18歳以上、次に登録者は1000人以上、公開動画の総再生時間が直近12ヶ月で4000時間以上、または公開したショート動画の総視聴回数が直近90日間で1000万回以上、それで要求を満たしてることとなってて、条件があるってことは粘り強く頑張ったらいつかは達成できると思うんですけど、やっぱ問題なのが、それまでは極端な話ただ働きなんですよね。趣味でやってるとかね、コメントが日常生活過ごす上で励みになってるとかだったらいいんですけど、正直ね、こんな頑張ってるのに1円も入ってないってやっぱ思っちゃうんですよね。結局途中で挫折して、これまでの時間が無駄だったとは言わないですけど、他何かに使った方が良かったんじゃないかなと、まあ、それで後悔するパターンもあります。ただそこが事務所がサポートして最初にお金を渡して、じゃあうまくいきましたってなっても、儲かり始めた時にクリエイターっていなくなるんですよ。これはもう事務所あるあるです。なんだかんだ準備してもらったけど今何もしてもらってない、個人でいけるなってなっちゃうんですよね。あとリスクとしては、投稿した動画がネットに残り続けるという危険性ですね。まあ、別に何の問題もない動画上げればいいんですけど、中に手っ取り早く登録者を増やそうとして過激な動画を上げる輩もいます。詩人逮捕とか、あとはまあ詩人逮捕とか、そうですね、まあ詩人逮捕とか、やっぱ炎上してやばいなと思って消したとしても、やばいってなってる時はその動画っていうのはどっかのネット民に保存されて再投稿されるんで、まあ、ネット上から炎上動画を完全に消すっていうのは不可能に近いです。やっぱりそういった軽い気持ちで投稿して人生グーになるの一番もったいないですからね。やっぱスマホを持たせた段階で学生とか変なことしてないかっていうのは、この事例を伝えるだけでもいいと思うんでね、危険性について教えた方がいいと思います。ただ実際2018年、小学生の将来なりたい職業ランキング、これ話題になりましたけど、 YouTuber がランクインしだして、直近の2023年ですね、さすがにもうランクインしてないのかなと思いきや、学研教育総合研究所っていうところが小中学生の子を持つ親1200名を対象に行った将来の職業に関する調査で、小学校男子の1位が YouTuber などのネット配信者という結果になりました。全て5位くらいに下がったかなと思ったんですけど、びっくりですね。ちなみに小学生女子の1位はパティシエでした。悲しいですね。じゃあなぜ YouTuber を目指そうとしてるかっていうと、楽しそうに遊び感覚で仕事をしてるからとか、単純にやっぱ楽しそうっていう理由が多いですね。まあやってる方からすると、めちゃくちゃ楽しい、ただ全然楽じゃない。楽しいと楽はちょっと違うかなっていう話で、このようなあらゆるものを楽して稼げる仕事ってあんまないんですよね。やっぱ生活していくためにお金を稼ぐっていうのは大変なことだとは思いますし、まあ、YouTube で飯を食っていくと、その熱量があるのかっていうのをやっぱ自問自答してみて、それでもやりたいって思えばチャレンジしてみるのは全然僕はありだと思います。僕なんだかんだ2ヶ月ぶりぐらいに先日休みみたいな日があって、基本的に10時間以上ぐらい働いてるんですよね。じゃあこれってなんでやってるのか、やらされてるのかって言われると、それ全然違って、めちゃくちゃ好きなんですよ。なんかそういう作業してるとか、こういう風に喋ってるっていうのが、だから毎回仕事がやっと終わったっていうよりは、もう頭回んなくなってきて、あ疲れてるなってなって、あもう終わりか、よし寝よう、充電しようみたいな、そういう感覚なんですよね。これって多分普通に考えたら変態なんですよ。ただそういう方って結構 YouTube の人多くて、まあ僕の身近な方で言うと、まあキャンタ君って言うんですけど、もっと変態ですよ。怒られないかなこれね。その昔は人の家の廊下とかで編集してましたからね、あの人。みんなが話してる隅で何やってんだろうと思って見たら編集してるみたいな。好きあらば編集みたいな。やっぱそれが好きだからできるんですよね。多分これに尽きるんですよ。それを苦と思わないこと。まあ、それが仕事になってる僕っていうのは、それ以上の幸せはないのかなと思いますね。でもそれは YouTube だけじゃないと思うんですよ。あらゆるものでこれやってる間幸せだなと思ってる。それが仕事になるっていうのはすごく生きていく上で幸せなことじゃないかなと僕は思います。まあ、ぜひそういうことも教えてくれるのではないでしょうか。気になる方はね、調べてみてください。というわけで今日は以上。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。